テレス万学の祖と呼ばれておる。今回はマイクロ波の扉を押し開こう。身近なものとしてマイクロ波は家庭用電子レンジに使われているな。便利なものができたの。今回はこのマイクロ波で資源の再利用に挑戦している人物を紹介するぞ。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科の池永和俊准教授の研究室じゃ。マイクロ波を使ってゴミを原料に資源を有効活用できないかと毎日研究に励んでいるそうな。これですね、回収されたペットボトルです。これ我々数年前より、リサイクルできないだろうかということで、マイクロ波を用いて、リサイクルに挑戦を始めました。でこちらの方にですね、実際に分解した後にボトルにしたものがあります。ボトルをまず破砕いたします。でその後こういう容器に入れましてマイクロ波を用いて加熱いたします。そうしますと原料のものに変わります。でこの原料をですねもう一度再重合をいたします。再重合はですね我々の研究室ではなくて共同研究の場所でやったわけですけれども、約450度ぐらいの加熱の中で重合を行っていきます。そうしますとこのようなペレットができまして、最終的にこのようなプリフォーム、実際にここにありますけれどもこのようなプリフォームにしまして、先ほどお見せしましたボトルになるということで、これで我々一話のボトルの再利用ということを行うことができました。マイクロ波で資源を再生できるとは何とも不思議じゃの。何でもこの研究は昨年の熊本地震で発生した災害ごみの処理にも活用されておるんじゃろう。我々ですね、こちらにあります、バスタブ、これは熊本地震で、昨年発生した、バスタブです、これにつきましてですね、我々の技術もすでに、リサイクルの技術は、確立しているんですけれども、この廃棄物につきましてですね、なんとかリサイクルできないだろうかということを、挑戦を始めました。実際にですねこのサンプルはですねこちらから、ハサミとかですねグラインダーで切り出すわけですけれども、これちょっと大きいです、またですねちょっと小さくしまして、で、これをですね、このような反応器の中に入れまして反応を行います。で反応を行いますと、こちらにありますように、分解が進行いたしまして、このようになります。でこれをですねあと処理をしてまいります。処理いたしますと、こちらにありますように、非常にふわふわの、ちょっと落ちましたが非常にふわふわの、ガラス繊維が回収されます。であとはですね、樹脂分解物というものをですね我々、回収いたします。この2つを用いてもう一度、バスタブないしはそれに近いものをですね、作り上げて、でリサイクルを完成させたいというふうに思ってます。マイクロ波による分解リサイクルが復興への一筋の光となりそうじゃの。これからも挑戦が続いていくのじゃな。我々震災から出てくる、バスタブの、廃棄物を、分解リサイクルという、まあ、おそらく極めて難しい、問題に挑戦をしていると思っております。で、現在、まあまあのところまで、例えばこの図で、説明いたしますと今ここまで来ております。であと今年の後半ですね、こちら側をうまく実験やりまして、もう一度バスタブないしはそれに非常に近い、物質として、世の中に、出してリサイクルができるということをですね示しながら、そういう情報発信が、熊本震災の復興の一助、もしくはこれから先いろんな、災害が起こると思います。その時に、非常に難しい廃棄物が分解できてリサイクルできるという、まあ、そういうことをですね、世の中に情報発信しながら、我々、がですね少しでも役に立てるということをですね、考えながら今後、研究をですね発展させていきたいというふうに考えております。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の成長がますます楽しみじゃの。